打つこともできます。おお、沈めてきた、並びました。中国の伊藤です。外から、おお、沈めてきた、橋本拓也決めてきました。この DJ の指で捕まえておいた方がいいですよ、富山。あー、ワイドビルだ。これはもう余裕がありました、橋本拓也。これはもう外さないという感じです。いいシュートだ。おっ、ここは抜け出して決めてきました、橋本拓也。石は中へ入りました。すごいです。ここはいいスティールから、最後は橋本拓也です。当然 B リーグ、フィファルールよりスコアは増えるはずなんですけど、はい、それぐらいのペースで来てますね。あー、決まりました。まあ、この2つ、まあ、3つですけれどもプレーは続けています。うわー、バスケットカウントになりました。素晴らしい仕事です。ですね、はい、フィジカルファウルになりました、ソロモンです。おそらく斜めからちょっと回して、橋本拓也、もういいブラックました。ミドルレーン、橋本拓也フリースローの成功率は 84.3%。シーズンは声を出して応援ができませんので、このハリセンでのブーイングという形になります。グラウジーズ、伊藤とか、あ、どうですかね、これ最後もやっぱり DJ ニュービル様が大阪、あとはもう橋本拓也様、いきなり決めた橋本拓也。橋本が決めてきた、いきなりこれで100点。フースローです。橋本拓也はもう難なく決めていきます。102点、これで今シーズンの最多得点。田村から中村、もう一度来たせ、おっと、ここは中村消えた、橋本、うわー、沈めてきた、決めた、素晴らしいスリーだ。前から4つ目ですか。110点に到達しました、大阪。1点差です。前田選手のファウルで間違いないですね。4つですね、はい、4つですね。伊藤ともきっちり決めてきました。富山がタイムアウトを取りました。